皆さんこんにちは。あなたのくるくるくるがマリオメーカー、今日もお届けしますよ。今回は注目、世界のとても難しい炎の50秒スピードラン、りょうさんという方のコース遊んでみたいと思います。ベストクリアタイム47秒5ぐらい、クリア率 0.56%、 とても難しいらしい、かなり難易度の高いコースになっていると思います。まずはスタートはまっすぐだね。普通に雲をこうやっていけば OK なのかな。くるくるくる、反応できたぞ。いいね、反応できれば本当に炎に当たらないでいけるんだ。ま、ちょっと遅かったかな。まあいいでしょう、次はなんとかなる。うん、くるくるくる、ゲイ。ここまではいい感じ。さっきはここでやったんだっけ。戻って、あの画面がディスコの光のせいでちょっと見にくいんですよね。そこが難関かな。音符のところをこうしてきたら、ここはクルリンじゃなくて普通のジャンプで行った方が早いね。スピンジャンプじゃダメダメ。あ、ただし孔明さんとかのスピランは分かってても面白くないんで却下。はい、次壁を登っていくんだけど、いい感じいい感じ。おい、オッケー、来られた。奇跡的に来られた。これはこれこうでいいのかな。走っていく、走っていくよ。しゃがむ、オッケー、扉に入って、右だと信じる信じる。おお、来た。パーウを取ったら次は、あ、倒せるんだ。あ、しまったしまった。これがどう出るか。ここでメット取られてしまって当たってしまうのか。くるくるくる、ここまで来るのはもう大変だから、できればここまでメット持ってこないとダメか。扉に入れない。中にはね、ごめんなさいっていうコメントもあるらしいんだけども、今のところ幸いなことに私の動画ではそういうコメント来たことないんで、本当に嬉しい限りです。ゲー、くるくるくる。というわけでね、いいですか、皆さんの応援がないとこのコースクリアできないからね。こことかね、くるくる、あー、なんでここで詰まるかな。残り3秒。あなたのくるくるくるがみんなの応援を力に変えてこのコースでクリアしていくからね。いいですか、みんなしっかり応援してくださいよ。 YouTube のコメント欄とかチャンネル登録とか、お知り合いにくるくるくるのチャンネルを紹介していただくとか、そういう小さな積み重ねが本当に力になります。いいですか、わかりましたか。すっごいけどね、キャスでも何でも言ったことある人だったら絶対わかると思うんだけど、見ていただいてる人が1人増えるだけとか、コメントが1件つくだけとか、それだけでも本気で嬉しいですからね。いいですか、応援よろしくお願いいたします。というわけで全然このコースの実況できていないんだけど、めちゃくちゃ難しいです。とにかくこことかね、くるくるくる、三段ジャンプ決まった、扉に入る。でこの先だよ、この先、ここ、 OK、 くるくるくる、どうだ、やった、ゴール。すっごい難しかった。最後のゴマス飛びのところ、あそこで 2,3 回やられたからね。難易度高いぜ。でもやりきった時の達成感っていうのもでかいね。炎の50秒間スピードラン、りょうさんのコースクリアすることができました。ベストクリアタイム2秒も早いのか。なんでそんなに早いんだろう。まあいいか、次のコース遊んでいける。はい、お待たせいたしました。お次はこちらのコース遊んでみようと思います。ダンマークごっこと下克上、ラクトブルーさん。クリア率は 7.7% で、ベストクリアタイムが8秒ぐらいだったかな。あの有名な実況者 C さんのアイコンに似てる方、アイコンミーか、ミーに似てる方がベストクリアタイムを持ってましたが、なるほどね、下克上。まあでもいけるんじゃない。うん、いけるいけるいける。このキラー踏んでいけばいいんだよね。だってね、任して、これだったらね、割とこういうの得意よ。本当に得意。まあ、さっきのスピランコースに比べればいけるんじゃないかな。まあ、難易度も難しい程度だからね、ちょっと油断しなければいけるはず。油断しなければね、油断するんだけどね。いいかい、みんな、さっきのスピランコースでも言ったけど、みんなの応援が本気で力になるんだぜ。オッケー、あそこは中身キノコかな。中身が何なのかわからない前にやられてしまった。わからない前、わかる前にやられてしまった。その辺の言葉はちゃんと使おう。うん、これさ、もしかしてめちゃくちゃクリア率下げてない俺。そんなに、あ、ファイヤーだ。
あ、しかももうダメージ食らっていくスタイル。下克上、下克上。はい、はい、あ、今のでアイスの雲を奪えればもう勝ち確でしょう。ファイヤーとは言わないから、でっかいキノコの状態であそこまで行ければ勝ち確。ゲイ。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。来た来た来た、これ。勝ったでしょう。勝ったでしょう。オッケー、最後はゴリゴリは大正義。私とゆいちゃんの合言葉。ごめんね、ゆいちゃんまで仲間に入れちゃって。でもゴリゴリは大正義、間違いない。さて、これでなんとか2コース目をクリアすることができたかな。弾幕ごっこと下克上ラクトブルーさん、ありがとうございました。それでは次のコース遊んでいくで。はい、お待たせいたしました。今日のラストはこちら、ケイトさん。スペシャルコース1でいいのかな、読み方は。クリア率 6.45%、 こちらのコースを遊んでいくで。まあこれは分かりやすいかな。一つずつゆっくり出していけばいいんだけど、右側のトゲが何気にいやらしいわ。あのトゲなければな、楽しめるかもしれないんだけど、トゲがあるとそういうコースなのかなっていうのがちょっと気になっちゃうわ今のところ。オッケー、オッケーじゃない、ほらトゲがあるせいで思い切ったプレイができないんだよね。よいしょ、次次次、登っていくと思ったけど登っていけない。あー難しい。あーほらほら、びっくりしちゃうんだってトゲに。もうトゲいらない、畜生。弾かれていって、これは気持ちいいけど、三段ジャンプ。でも何でもなかった、普通に登っていけた。で、二マス壁キックからの難しいやつだこれ。こっちからスピンでいっちゃおう。うん、その方がいい。結構いやらしい仕掛けが多いな。ねえ、スピーディーにいけないからちょっとつらい、つらいけど、パウを投げていって、これブラックパックの上が空いてるから、こうやって行こうと思えばこうやって行けちゃいますね。で、その先はくるくるランチかな。まあそういうわけじゃないよね。はい、オッケー、オッケー、オッケー。これはどっちだろう、あのメットはかぶっていいのかな。かぶれないか、かぶれないかなと思ったけど、全然ダメだわ。え、待って、これもしかして毎回待つのかな。だとすると結構かったるいんだけど、っていうか下から炎が出てきてるから、その炎に当たっちゃいそうで怖いわ。ねえ、ここでいいかな。ここだと炎も来ないし、メットも落ち着いていれば大丈夫だと思う。この辺、この辺、あ、もう行っちゃおう。あのメット乗らなくて大丈夫。はい、で今度は三段ジャンプじゃなくても、あ、行けたわ。なんだったんだ、三段ジャンプと見せかけて三段ジャンプじゃない。うむ、まあいいか。無事に今日の3コース目をクリアすることができました。 SP コース、スペシャルコース1、ケイトさんのコースでした。ありがとうございました。はい、それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。皆さんもしよろしければチャンネル登録していってくださいね。いいですか。あとお友達にもくるくるくる宣伝するのお忘れなく。それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。明日はあなたのコースにくるくるくる。バイバイ。